金モデガチマッチやっていきましょう。ヤグラですが、この時間はもうすぐ終わるので、この1試合が終われば次のルールに切り替わります。勝っていきたいね。さあ今回はしっかりと勝ちを拾うために、わざわざ直前で瞑想をするという気合の入れようっぷりがね、現れていると思うので、ぜひともいい勝ちを拾っておきたい。チャージャーがお互い交換状態。裏通ってる？これ。来てるね。来てますね。いただきじゃないよ。降りて。降りて欲しかったよ。ちょっと待って。これを逃がすと良くない。逃がすと良くないので。さっさ。お、いいね。チャージャー撃破。待って。スフィアの弱いところ出たね。オッケー。ちょっと右側の若葉をすっかり無視してしまっていたのが大丈夫だったのという感じはあるけど、味方が来てフォローしてくれたので、よしとしましょうじゃありませんこと。バブルか、ボムか。バブルに当てられたな。これは飛べますか、これ。あー帰っちゃったな。帰ったということはここで飛ぶのは危険かな。せっかく潜伏している味方の位置がバレてしまうのも良くないし、いやここを飛ぶチャンスかな。やべ来てるで、焦って前には出ないこと。ここさっきいたのはもういないか。オフスプリンクラーを投げて、ちょっとバレちゃってるな位置が。どうせバレるんだったら味方も一緒にバラしていこうぜ。左見てくれている。ちょっと乗って圧をかけておこう。いないね。なるほど、チャーチャー。なるほど、チャーチャー。オッケー。じゃ、ちょっと陣地をいただいていくよ。お、いいね。これ。この辺来てるでしょう。来てるでしょう。降りて。降りていいのよ。降りていいのよ。オッケー。ささささささ。おっと、バレてしまったら仕方がない。バレてしまったなら仕方がない。私が金モテだ。あ。あ、いるんですか？いるんですか？いるんですか？いらっしゃるんですか？当たんないんですけど。乗って嫌がるね。いっぱいいるじゃねえの！ダメか。くぅ、一番近い方の若葉を相手できなかった。イカスフィアを、あれ、弾を2発当ててから体当たり気味に発動させたら、体当たりで倒せるんじゃないか戦法とか一瞬考えた時期があったのですか？今のはそれが決まらなかったパターン。ちょっと決まったら嬉しいなと思ってたけど。裏怖いね。大丈夫？さ、若葉がいるよ、ここ。気をつけて。ん？なるほど、こっち来たか。こっち来ちゃったー。やばいよ、これ。逃すと。味方が、大変な目に遭うよ。どこ行ったし、どこ行ったし。ガロン。ガロンは怖いよ。ジャジャも怖いよ。なるほど。あーった、あっち行った、これ。こっちの方に近かったのね。やっぱインカーマーめんどくさいな、これは。相手しちゃいけないよね。お、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 お。回ってくるのは読めている。あぶね。ボムでぐちゃっとされたら危なかったよ。はい、スプリンクラー投げて。じゃじゃさーん。みんなで行こう。みんなで行こう。みんなで行こうよー。うっそ、これいた、あぶねえ。これは倒すべきだったけど、まあ、結果オーライかな。とブー隠れてはないはず、この辺には。ちょっとインクが敵陣広くて怖いけど、裏回りも多分見てもらえるはずなので大丈夫。バレる。俺がこうやって正面から相手することによって、背後から回る味方に倒してもらおうという作戦を。はい、気をつけて。こっち投げておいて、チャージャーの視線くぎ付けでいきたいな。くぎ付けでいきたいな。くぎ付けでいきたいな。いらっしゃいませ。いた、危ないでしょうが。まさかこんな近くにいるとは思わなかった。僕たちこんな近くにいたんだね。こんなに近くにいたというのに。いいね。あー、うっそー。これは油断しすぎ。ガロンにめっちゃやられてるな。大丈夫か、これ。このガロンをなんとかしてもらえないと。敗北一直線なんですけど。いけないね。チャージャーにガロンを相手してもらうのはさすがに無理だったな。
さーてと、ここ一番怖いのは何だろうな。インクアーマーかな？おー、バブルのタイミングがちょっと空いて、間違えてるのではないか？はい、背後を奪っていけ。来たー！私の勝ちだ。オッケー。スケジュール切り替わる直前で負けると、すごい嫌な気持ちになりますからね。勝ててよかった。ちゃんと敵が少ない時を見計らって矢倉に乗れたのが大きかったですね。キル数とかやられたところはまあね、いろいろと反省ってのはありますけど、出だしとしては悪くないでしょう。さあここから次のルール何か見てませんが、もう2試合くらいやっていきましょう。さあお次はビーバースパークのガチャゴバトルになりました。やっていきましょう。味方にも敵にもインクアーマーはいるよ。さあ武器の光っているオーバーフロッシャーとはなかなかよ。ということはボムピッチャーとその怪物性能を使ってガンガン矛を割る戦い方をしていくという感じかな。今回られていないのはまだ大丈夫かな。プライム登ってくる。位置バレてそうで怖いけど、ここを一旦止めて待ってー。完全に味方のおかげ感が強いけど。どうだろうこれ、今、抑えられてるかな。ちょっとオバフロが、めんどくさい感じになっているのであれば、要警戒。あんにゃ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 ん。お、いいねいいね、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。いきます。オバフロ先生、オバフロ先生、僕はオバフロ先生の、教え子として、いろいろ頑張っていきたいと思っているのに。やめてきれば。やべ、やべやべやべ。命こんな坂の途中で9番ボムを相手するんじゃなかった。俺としたことがやってしまったぜ。リールガンに飛んでいくよ。ちょっとここで足元を塗って、この空間を制圧していく。登ろうとしている、登ろうとしている。ダメージを与えて帰れた。信じる心、それさえあればこんな危険な境遇でも帰ることができる。矛止めて、ノーダメで帰っていくなんて、まるで腕前 X みたいじゃないか。いいプレイですよ。ちょっと待って、危険です。これ若葉の危険なプレイが、あ、大丈夫です。これボールドということは、俺たちの頑張りどころ、頑張りどころさーん、いらっしゃいませ。お下がり？ここ？え、どこ行ったし。ボールドが見当たらない。え、倒されてるし。はい、ではスプリンクラーを投げて、ちょっと塗り色稼いでおきつつ、ヘイトも集めておきつつ、あ、来ちゃう？来ちゃうのか？怖いんだけど。やべ、これは追いかけてくるから、そこを止めれば、多少はいいはず。オッケー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 。今こちらの方が優勢なので、リードを取られない限りはちょっと進まれても、そこから止める戦い方に転じれば何も問題はない。ん？今有利。ちょっと持とうか。持って少しでも進めつつ、はーい。はーい。さすが長射程だぜ。素晴らしいと思うよ。投げて。あー怖い。あー怖い。すごい怖い。今にも倒されそうな気配が。あ！あなた、ナイス弾打つ気でしょ。あー。オッケー。オッケー。今、進めるチャンスです。全力で進めるチャンスです。ここ。ここ？今、ひたすらジェッパーを頑張ってくれているあなたのために、あん！嫌なとこに打ってくるね、オバフロさん。そして開始のウォーブンピッチャーで矛を割るというわけか。これはちょっと飛ぶと、敵の攻撃に巻き込まれそうだったので、一旦下がって、スフィアを貯めつつ、おえい。これはもうここのタイミングで押し込んでやろうという、意気込みを感じます。ダメージを与えて。プライムさん？プライムさん？あ、やべ。やばいけど問題はないのです。やめーって。おっと、いただいていくー。これは一体何をしたかったんだ、俺は。俺は一体何をしたかったんだ。待ってー。まあ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 、まだ相手陣地側で進めている状態なので、敵としてはすごい嫌な感じでしょう。いいよいいよ。今度は俺が矛でサポートをしていく
番だよ。全くできていないのですが、ちょっとこれ飛ぶのは危険かな。怖いけど、少しでも歩行を生きながらえさせようという気持ちがあるのならばこれの方がいいと思うよ。生き残ってるし。やめてボルド、危ないでしょ、危ないでしょうが、危ないでしょうが、やめて、危ない危ない。あ、なぜか生き残っている、なぜか生き残ってしまっている。やめて、あーん、お待ち、お待ち、あ、割れる。はい、待機して、届いちゃったここダメだったのね。伊達に武器光ってないな、オバフロー。ただボムピッチャーが強いだけの武器かと思っていたが、矛の立ち回りをわきまえているというわけか。で、これなー、ガチョコショットで圧をかけられるとすごいめんどくさいので、しっかりと待つことを大前提に考えて、いただきまーす。逃げ場はないぜ。本当は突っ込んできてほしかったんだが、まあ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 、これでもいいでしょう。うん、すげえ微妙な終わり方になって言うことがない。押し込みの勝利って感じでしたね。さあちょっと上がって2400を目指せそうな圏内に来ましたね。ザトマーケットをここやってみましょう。さあここどうしたもんかな。経験値がリセットされてるからね。これはスパクリとあれだ、N ザップ、この二人が今回の勝負を左右すると言っても過言ではない。お、スパクリが倒されたのでチャンスです。オッケー、チャンスです。これは俺が持つべきですね。いくよー、俺が進め、うーん、ノーマッチ。なるほど、左だね。オッケー、いくよー、いくよー。ここスライドしてきそうで怖いですね。ですよね。ボムやめて、あ、あー、いきます。進めちゃうよー、進めちゃうよー、どんどん進めちゃうものね。やめて、ちょっと、あ、ひどいことしないで、ひどいことしないで、ひどいことしないで。あーくぅ、おい、いいとこの、あ、あーん、さすがに甘くはないか。ちょっと、ちょっと、私をおとりにしてもいいから、全力で進めておきましょうという気持ちを、あらわにしていく。最後役立たずだったけど、ここまで運んだから許して。おぉ。最初にスパクリ倒されたっていうのに、反応できてよかった。いやー、素晴らしいですね。イカニーを使った素早い回り込みも構想したでしょう。スコアがとてもじゃないが、なんかすごいひどいことになってるけど、あとちょっとだったのに。これはもう一試合やらざるを得ない。ここで勝って2400を目指すしかあるまいよ。大丈夫か。ザトーマーケット連戦、先ほどは最初の勢いがすごい強かったというのもありますので、油断なく。オバフロー、そしてバブルもいますね。ボトルガイザーがどっちなのか分かってないのに、どうせバブルやろっていう風に初めから決めつけてしまっているのが、大体当たるというのがいいんだか悪いんだか面白いような気もしますけど。ちょっと待って、迂闊な前で、あー、反射してしまった。これ最悪、これは非常によろしくないよ。あー、さっきと逆パターンになっていく。届いてるんですけど。はい、待機して。なるほど、バブルで割られたところを止めてもらって。おお、これはいい感じ。まだチャンスは残ってますね。言うてあと4分もありますからね。あと4分もあるのにこのスコアになってしまったことを悔やむべきではあるけれど、だからといって、ん、通ってますね。やべやべ、インカーマースライドしないで、スライドしないで。当たってないんですけど、悲しいんですけど。割ってくれてもいいのよ、取ってくれてもいいのよ。はい、気づかれてもいいのよ。よくないのよ、よくないけど。あー、帰る。どうせいっぺんに攻撃が集中してしまうのは分かっているので、帰ってしまいましょう。ちょっと待って、この辺いっぱいいるね。怖いよ、スパッタリーが来ちゃったか。これは怖いな。
裏回りをしてきそうですが、そろそろかな。まだ来てませんね。お、いいね。持ちましょう。あ、あん。びっくりしたーって来たと思ったよーやべえ、今日はオーバーフローが強い日か。お、左回りいいですね。ちょっとボールド飛ばせてもらうよ。ガンガン飛ばせてもらうよ。おっと、いいですね、いいですね、いいですね。ちょっとこれはもう、相手に割らせるぐらいでちょうどいいでしょう。ちょっとできればなー、ボトルカイザーを栗漬けにしておきたいのですが。栗漬けにしておきたいのですが、栗漬けにするというのは最終的にはやられる前提というわけではなくてですね。行かないで、そっちには行かないで。行かないで、行かないで、バブル来るよ。はい、わかってる、わかってるけど、やっぱりどうしようもないんだよな。やめてー、あぶねー。あれでも届くかもしれないという恐怖心。ちょっとバブルを栗漬けにしていけ。まだ忘れちゃいけないよ。カイザーまだいるねー。道を作りつつ、正面から止めることばかり考えていたい曲ないよ。この位置怖い。絶対バレる位置だものな。降りてくるかな。カイザーさん、届いてないよ。これで矛一直線というのはやられるパターンまっしぐらですから。要警戒で。はい、帰ります。ちょっと数減らせてないので、直接矛に向かうのは危険でしょう。おっと、真ん中ということは、時間切れかな？今回、ジェッパないですからね、相手。そこだけは救いですよ。どこにいるかな？もう完全防衛に入ってますから、ちょっと強気に突っ込むくらいは欲しいですよね。プレイの方針的にね。スライディー！やべえ。逃げないでー。当たった！よし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 。ちょっと期待してた当たり方しました。オーバーフロー怖いねー。これダメなんかよすげえ当たり方したもん。オバフロの弾はずっと残るのがすごい厄介ですよね。ガンガン来ますね。とりあえずスプリンクラーで。完全に位置バレてますね。やべ、足りてね。やばーもう先手4発当てたつもりだったのに3発だけだったか。どちらにしろこれじゃ足りないっていうのかな。割ってきますか。ここいい？俺が倒したいのはこっちなのさ。さあ前出ますよね。取ってきますよね。そこまでは分かってたよー。かろうじて進んではいないか。さあ数を減らすことには成功しているか。ちょっと敵陣もうがっつり取られちゃってるので、スプリンクラーをガンガン投げていきましょう。手前の陣地は届く範囲は自分で塗って、届かない範囲はスプリンクラーに揺らせて。お、いいね。さて、やっぱなんだかんだオバフロがめんどくさいですね、これ。危なーい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。前に出て、前に出て。はい、前に出て。バブルー、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないよね、そこは。危ねー。ちょっと待って、割れる？割れたけど、取らないってね。怖い、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 吸盤やばい、吸盤やばいよ、これ。この吸盤に紛れて、近距離が近づいてくるのが何よりも怖いのかもしれない。ちょっと待ってー、ちょっと待ってー。怖すぎなんですけど、怖すぎなんですけど。やべ、入ってくる？それ当たんのーマジかリールが、こいつはきつかったな、ほんとに。5カウントはさすがに諦めムードも入るだろうけどな。まあちょっと何にしてもチャンスはなかったな。オバフロの守りが硬かったっていうのが非常に苦しかったですね。普通に大活躍された。まあ一応今回の時間の中ではプラスなので、まあまだ傷は浅い方でしょうけれど、ちょっと精神的にはかなり痛手を負ったので今回ここまでとなります。ありがとうございました。